よろしくお願いします。それではお相手の方2段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺しこれは飛びましょう。さあ6四歩とついてくるか。ついてきたら交換して5五角で3三銀上がるか3三角で3三角がで7七角成がいい手です。お、それはふんどしの刑が入りますね。さあ2段の方でも鬼殺し対策がまだ不十分だったかもしれません。で1回いや攻め合いましょう。攻め合い上等。で手番がこっちに来るはず。そうですね、これでそうですね、これでこっちに来るんで、で寄ってきたら実はこれいい手があるんですよ。あ、でも単純に馬戻っといた方が嫌だったか。2分30秒。ちょっと悩みますね、ここは。お、それを金打ち一回押さえといてから銀取り。ちょっとだけ決め手にかけるか。歩がない、歩が効かない。歩を打たしたら逆にいいような気がします。攻め駒剥がしつつ、これ気をつけないといけないですね。ちょっと1分30秒。気をつけないといけないですね。いやーちょっと厳しい、かなり厳しいか。やばいかこれ。そうか、香車取れるのはだいぶ広い。これでちょっと広くなったが、いやーまずい、積んだか。いやーギリギリ積んでないか。いずれにせよ厳しいですね。
いやどっち、こっちは一応罪はなさそうなんですが、いやそれきついか。30秒。きついかそれ。お、馬切ってきて、これは詰めろ。あ、最後ここ耐えたら勝ち。大丈夫か。これで罪ですね。なんとか勝てました。よかったです。ありがとうございました。お前が知ってた。よろしくお願いします。それではお相手のことを、お相手の方、初段の方ですね。鬼殺し、鬼殺しをやっていきたいんですが、これは中飛車でしょうか。さあこれで、ちょっと重いんじゃないですか。それは銀上がってきたら跳ね返せますよ。でただまあこっちも鬼殺しなんで、微妙ですね。この桂馬が邪魔です。これでなんとか耐えてる。取って取って2分30秒。どうか。飛んで、この桂飛びが鬼殺し中飛車の絶品なんですよね。桂飛びが絶品で5-3、これでほぼ勝負ありまでいけるか。もうこれ飛車はちょっとあんま使う場面ないか。守り駒として活躍してもらうか。ただこういうパターンだと、あ、これはだいぶやりやすくなりましたね。2分。いやー強引かな。これはやりすぎか。やりすぎか。やりすぎか。いや、やりすぎじゃないか。1分30秒。いや決めれそうで決めれない。もどかしい。
これは火曜亭決めれそうで決めれない。もうほぼ詰めろ。これはリュウさえ慣れればもうほぼ1分。さすがにそれは飛車の利きだけですよね。あとはこれは詰めですね。しっかり詰め切ることができました。よかったです。ありがとうございました。